ありがとう、どうぞ。ありがとう、何それ、嬉しい、すごい、めっちゃうまいじゃん。え、これくれるの、レミ。あと、お手紙。20超えれるかもしれん。この辺の人とコラボして。あ、20なった、20なった、20なった、20になった。やってくれる人なんですよ。あ、やった、20になった。ぜひ募集です。いや、そうです、交代。ママの髪だけで伝えなさって、ママの毛穴のとこね、毛穴のとこね、毛穴のとこ取るんだよ。お兄さんまで映してる。ちょっとやめてやめて。いや、お兄さんの。やめて。今日鼻毛の処理しないとやめて。本当にやめて。本当じゃあ、後ろの髪映す。近すぎるんで恥ずかしいから。じゃあ、ここまで。あ、お兄さんの顔まで見えちゃう。ダメだ。無理だ。そうだよ、ダメだよ。22だ。すごいいってるね。編集大変だもん。多分容量超えてんじゃないかな。もう結構入りすぎて、携帯フリーズするな。お姉さん22まで行ったよ。23だったら爆発するからね。危ないよ。で、一応ですね、なんか今日考えてみたのが、リバーシブルにしたらどうかなと思って。お、すごいありがたい。ちょっとこっち側の、まあ、なんか、ねえ、早く決まってなかったんで、リバーシブル。こっちのバンドのスタイルはこうで、少しこういう風にデザインをして。おしゃれー。お兄さん今急いでるんですけど。え、急いでる？うん。ごめんね。こういう風にちょっとアシメトリーにして。やば。え、お兄さん？なんすか？終わったらさ、ちょびっとだけ待ってくれる？分かった分かった。で、こうなって、はい、こうできます。はい、そしてもう一個はこっちのバンドの方から。お姉さん、リボンつけて。すごい。どっちもいける。めっちゃありがたい。飽き性なんですよ。ママ蘇った。だっていきなりお前たちツーブロックにしたぐらいだったし。ああ、え、本当に今我慢してるんで何もしないんですけど。この感じと。はい。ちょっともう急いでるから、お客さん待ってるから。やばい。もう時間ない。めっちゃうまいじゃん。え、これくれるの、レミ。あと、お手紙。お手紙もあんの？へぇ、嬉しい、ありがとう。レン、早くお手紙、レン。もらっちゃった、これ。嬉しい。レン、お手紙書き終わった？対策だよね。対策をいただいちゃいました。いやー、嬉しいな。すごいです。え、ありがとう、これ本当嬉しい。でもね、今お手紙書いてた。いや嬉しいな、手紙を書いてくれるなんて。あ、こんなのもあって、え、ありがとう。あ、そうだって、ありがとう。お米もらっちゃった、嬉しいな。